勝者バーサス柏レックス、どうも皆さんこんにちは。本日もサンフレッチェ広島エホームスタジオへようこそお越しくださいました。スタジオの DJ コーナーとアシスタント DJ の北山智香です。本日もよろしくお願いします。お願いします。いやー、いい雰囲気ですね。はい、気持ちいいですね。なんか桜の開花宣言まだ出てましたね。そうですね。いや、でもそんな宣言も超えてきてしまった気持ちのいい季節ですね。はい、ようこそお越しくださいました。いやー、そしてサンフレッチェ広島も、はい、先日の生大阪戦も良かったですね。良かったですね。まあ、ちょっと振り返りますと、まず鮮やかなパスワークからの先制点、はい、あー、ピンクメンバー選手が最後に言いましたけど、その前の森島選手のトラップからのパスだと、はい、いや、もうすごかった。素晴らしかったです。すごいゴールしてて、途中で追いつかれたんですが、はい、ミスター・ラド選手、ね、息を決めてくれまして、はい、決めましたね。素晴らしかったですね。はい、仕掛けを入れて、でね、そのゴール決めた直後に、はい、ブリッジのチャンネルが倒れたと、はい、スタンドから聞こえてきまして、引き継がれて、チームスタンドですよ。はい、で今日はこの紫のね、本戦でサンチェとブレッジになったと、はい、いうことなんですが、これどうしたんですか。ではサンチェとブレッジさんが明日誕生日を迎えるということで、3月20日サンフレの日お誕生日ということで、はい、明日とおいくつになるんでしょうか。サンチェさんが19歳、はい、ブレッジさんが17歳になるそうです。おやおや、え、今は今も19歳が17歳です。あら、お祝いする必要あるけどこれ。まあでもせっかくなのでね。ね、まあ、でもまあいつもあの我々を盛り上げてくれている、はい、ブレッジ秀さんというブレッジの方に勝ってね、はい、収録できるようにね、ぜひとも勝利をね、行きましょう、はい、え、そして今日我々のユニフォームなんですが、ブレッジと違うと思いませんか。はい、ね、ちょっと引っ張ってみますね。はい、こちら、こちらですね、エネルギーコミュニケーションズよりご提供いただきましたメガテックプレゼンツベースボールリーグということで、はい、ね、やっぱ広島といえば宮島、はい、宮島といえば、ね、海に浮かぶ鳥居ということで、おしゃれですね。デザインされてるんですよね。でも後ろの方が、後ろがこんな感じで、はい、ゴーハッピー幸せになろうぜってことでね、はい、メッセージが書かれているということなんですけれども、はい、こちらお手元のスクラッチカードで当たった方にプレゼントさせていただきます。当たりました。皆さんどうですか、ね、私は試合終了後に行きます。また皆さんメガレックのツイッター公式アカウントご存知でしょうか。商品やお得な情報をゲットできます。ぜひね、こちら2万人を目指していくということでね、メガレックのこちらもよろしくお願いいたします。そして公式モバイルサイト ESS サンフレッチェ広島より、野津田拓久選手サイン入りティッシュカバーを抽選で1名様に。お手元のマッチデートレグラムに記載の QR コードからご応募ください。締め切りは本日のキックオフまでです。さあ、ということで公式戦3連勝を目指して共に戦いましょう。こちらスタンプをよろしくお願いします。
J リーグ開幕初期からおよそ30年間もの間、数々の歴史と思い出が詰まった場所、ありがとうエディオンスタジアム広島。サンフレッチェ広島ではエディオンスタジアム広島での思い出エピソードや写真を募集しています。まずは丸田さんからです。はい、こちらの写真なんですが、2003年、11月15日サガノ戦で J1 復帰を果たした直後のエディスタでの写真ということなんですね。当時9歳だった長男は嬉しいのに涙が、どうして出るんだろうと初めて嬉しい涙を流しました。その長男は今中学校5年になり、サッカー部の顧問をしています。未来のサンフレ選手を育て、その子たちが新しいサッカースタジアムで試合していることを願っていますというメッセージをいただいておりますけれども、令和優勝の日のみならず、選手に独特の強さ、また令和優勝の強さ、いろんなシーンを、ね、体験やるなら、いいスターは、改めて思ってくれるような、続きはですね、今度ぜひ、審査で